はいどうも、翔平 TV です。ね、ちょっとね、鼻声でね、花粉症ですごいやられてますけども、長らく、お待たせいたしました。チャンネル登録3000人突破ということでございます。いや、本当に嬉しいですね。本当に嬉しいです。はい、こちら則本選手モデルのグローブは、これはプレゼント決定です。パチ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 、はい、これ決定ですね。これを1名様にプレゼントします。それとこれですね、この翔平 TV T シャツの LL サイズという、まあ翔平サイズなんですけど、誰がもらってもいいと思うんです。まだ小学生の方、中学生、高校生、ちっちゃい方いますけども、成長するんで、まあ、翔平サイズを普通に着れるようになったら、もう体格的には一人前だと思います。ということで、こちら、3000人突破記念ということでプレゼント企画を行いたいと思います。動画にコメント、チャンネル登録、いいねボタン、しっかりよろしくお願いします。もう次はね、4000人5000人と目指してね、僕のちょっとしたね、野球知識が皆さんに伝わればいいなというふうに思います。はい、ということで、ちょっと告知をしたいんですけども、明日3月24日、東日本軟式野球大会一部の、大会があります。これは埼玉県の中にある、まあ、代表したチームしか、出ることができないんですけども、それに去年のエクスプレス結構いい成績を、残したそうで、出場できるそうで、場所がね、埼玉県の川口市営球場っていう、埼玉アストライアっていう女子プロ野球、まあチームがあるんですけども、そこがまあ本拠地としている球場でして、グラウンドがもう人工芝で、素晴らしい、球場となっております。僕の方はね、結構もう順調なんで、しっかり準備して、やっていきたいと思います。全国大会は仙台でできるということで、頑張りてえなーっていう感じで、こうね、闘志を燃やしておりまして、3000人突破後の1本目ということで、やっていきたいと思います。こんなね、鼻声でほんと話聞きづらいと思うんですけど、まあそんな感じで、もしお時間ある方は、ちょっと、覗きに、来てもらっても構いませんので、お待ちしております。あ、そうだ。先日ライブ映像をね、上げたと思うんですけども、皆さん見てくれましたかね？見てくれました。見てくれました。そいつらからコメントもらったんですけど、ちょっと見てもらえますか？どうぞ。翔平TVをご覧の皆様、我々が、エイドでーす。ボーカルの雄大です。ギターのりかでーす。ベースのしゅんです。ドラムのとびでーす。キーボード陽介です。今、翔平TV で我々の楽曲スタンダップを流していただいていて、みんなに好評いただいているということで、ありがとうございます。ありがとうございます。これからこれから翔平TV で使うエンディングの楽曲を、作っていきたいと思ってるんで、期待していただければ幸いです。では、我々がエイドでした。ありがとうございます。ありがとうございます。今後よろしくお願いいたします。はい、見てもらえたでしょうか。なんかね、僕用の、エンディング曲を新たに作ってくれるみたいで、どういう曲にしたいとか、どういう感じに伝えたいみたいな感じで、話を、もらってます。今後ともね、いろんな企画をやっていきたいなというふうに思ってますんで、今後ともよろしくお願いします。それでは、今後とも、翔平 TV をよろしくお願いします。それでは、あるしょー。
その社内の規模